さあ続いてはこちら、謎のエリアの発掘で盛り上がりを見せた佐賀県の吉野ヶ里遺跡です。普段は公開されていない発掘現場や出土品を収めた施設を見学できるバックヤードツアーが初めて開かれました。で、どうぞ触ってみてください。石なのでね。ツアーの参加者が触っているこの大きな石、ただの石ではありません。こんばんは、よかいですよ。今年6月、吉野ヶ里遺跡でそれまで手つかずだった謎のエリアと呼ばれる場所で見つかった新たな墓の発掘調査が行われました。蓋の表面には線刻と呼ばれる×のような線が刻まれていたほか、墓の内部に赤い顔料が塗られていたことを確認。人骨や副葬品は見つからなかったものの、佐賀県は弥生時代後期の有力者の墓と結論付けました。参加者が触っていたのは、考古学ファンが期待と想像を膨らませたあの蓋だったのです。謎のエリアの発掘で全国的な関心を集めた吉野ヶ里遺跡、6月の入園者は1ヶ月間で4万5000人を突破し、この月の入園者数としては過去最多を記録しました。佐賀県はこの令和のフィーバーをきっかけに吉野ヶ里遺跡をより親しんでもらおうと、2001年の開園以来初めてバックヤードツアーを行いました。この日は佐賀県の内外から17人が参加し、謎のエリアの発掘現場を見学した後、普段は公開されていない出土品の収蔵施設に入り、学芸員から説明を受けました。それは分かってまして、でちなみにここをよく見るとここにこう傷があります。傷っていうことはありますね。こことここがつながってるんですよね。でペタッとこう合うようになります。はい、重いやつでどれぐらいの重さするんですか？そうですね、ちょっとわからないんですけども、100キロ近くから こっちは少し倍ぐらい重いんじゃないかと言われててですね、200キロぐらいあるんじゃないかとかですね言われて、まあ、4人で大人では持ちきれませんでした。さらに遺跡から出土した土器を触ったり、普段はケースに入っている銅剣や銅鏡を間近で見たり、ファンにはたまらない貴重な体験に参加者は目を輝かせていました。これが実際に昔の人が触ってたんだっていうのを感じて、なんか不思議な感覚でした。まさか本当に触れると思ってなかったので、思った以上に楽しめました。横浜です木製品の細かいところの首とか説明聞かないとわからないじゃないですか。そういうのが楽しかったです。吉野ヶ里遺跡では今年9月から謎のエリアの発掘調査を再開していて、佐賀県は今後も遺跡の魅力を発信していきたいとしています。